どうもおはようございます。速稼塾の久保です。今回はね、一つヘッドスパというものをテーマに喋ってみようかと思います。私もね、得意分野でも何でもなくって、未知への挑戦としてヘッドスパについて喋ろうと思いますので、まあいろいろとね、ツッコミどころは多いと思いますが、参考になる方がいればね、幸いでございます。まずね、ヘッドスパってご覧いただいている図のようなものがあると思います。でね、私ね、そのヘッドスパにしても何にしても、サービスについての付加価値って何なのかなっていつも考えてるんですよ。で、結論としてね、サービスにとっての付加価値ってのは、それは商品を販売する人の工夫だと思うんですよ。で、工夫が他の人よりも優れていれば、その付加価値をお客様がよりたくさん受け取ってもらえるんじゃないかなと思います。で、これをサボると何が起きるかっていうと、ダンピング、つまり値下げなんですよ。値下げには工夫がほとんど入らないんですよね。ただ値段を下げるだけなんで、そうなってくると値段を変えずに付加価値を上げていく人に負けるんじゃないかなと思うのと、あとね、他に工夫ができないライバルはさらに値段を下げるってことをしてくるんで、過当競争が起きるんですよ。この夏お米の値段が随分下がったっていう報道がありました。で、これは裏付けがないんで真実かどうかは分からないんですけども、私なりにね、考察したところ、実はお米の値段がこう上がっていったのって、もともと安いお米の値段が上がったんですよね。で、新潟県の魚沼産コシヒカリみたいな、もともと高いお米ってほとんど値段が変わってなかったんですよ。で、そこは安定供給されていたんですよね。まあつまり安いお米が品薄で値段が高くなって、高いお米ってのはその価格に見合った品質だったんで、特に過当競争が起きてなかったっていう風に見えたんですよね。まあそれを一つの例に取るわけではありませんけども、価格を下げるところには工夫がない、つまりは付加価値がないんで、お客様の受け取る付加価値が少ないっていう風に考えることができるんですよね。またこういった施術の場合、長くやればいいってもんじゃなくて、逆に短い時間で効果が出る方が、おそらく時間的付加価値っていう面で言うとね、お客様はたくさん受け取ってくれるんじゃないかなと思うんですよ。それでも長い時間過ごしたければ、別の形で長居するサービスをプラスアルファすれば、より満足度が高くなるのかなと思うんですよね。もちろん、施術のレベルが高ければ、施術を受ける時間が長ければ長いほど、お客様の満足度が上がるってことになりますけども、私ね、床屋さんに行くときに店主とのコミュニケーションがものすごくサービスの対価として払うものに値すると思ってるんですよ。だから時間だけ見ると2時間の私はね、カットと毛染めなんですけども、十分そこで楽しませてもらってるんですよ、そのお店の人とのね、やり取りで。でもこれがね、お店の人とのやり取りがないんだったら、さすがにね、短い時間で終わってほしいなと思うんですよ。他にもっと楽しいこと早くしたいんで。それこそ身動きが取れない状態に2時間も置かれる苦痛ってのは、まあ実はね、施術とか床屋でカットをする床屋さん以上のものをお客様の負担として感じるんじゃないかなと思うんですよね。まあこういうふうにいろんな考え方があるってことを前提としてお話ししますんで、実際に私の言ってることがね、正しいのかどうかは分かりません。これから考えることになると思います。さあ、まずはね、ヘッドスパが求められる主な理由からちょっと考えてみたいと思いますけども、多分ね、頭皮の悩みを持たれてる方、こういった方がヘッドスパを受けながらいろんな診断を受けれる、カウンセリングを受けれるところが魅力の一つかなと思うんですよ。例えばフケとかかゆみ、抜け毛、乾燥肌、頭皮に関する悩みを抱えている方が、髪のボリュームが減ってきたとかね、髪のツヤがなくなってきたと感じている方が、ヘッドスパを受けながら、ヘッドスパを施術してくださる方からね、あ、髪がちょっとね、色が抜けてきてますから、こういったものを気をつけた方がいいですよっていう風なね、そういったプラスアルファの付加価値が、ああ、あっという間に時間が過ぎるなとかね、時間が長ければ長いほど、新しい情報やサービスが受け取れるのは付加価値が高いなっていう風に感じさせるんで、最終的に料金を払うときに、こんな安くていいのってなるはずなんですよ。で、2点目、まあ話すとキリがないんでね、すぐ次いきます。2点目、ストレスか疲労ですね。
日常生活でストレスを感じている方っていうのは大半だと思いますけども、頭が重いとかね、肩が凝っているとか、体の疲れを感じているとか、不眠に悩んでいるとか、具体的な悩みがあって、それについてねヘッドスパを受けながらコミュニケーションが取れる。で、医療ではないんで事の解決のためにね何かをするってことはないんですけども、やっぱりこう聞いてほしいっていうところと、それに対しておもんぱかってほしいっていうね、愛情のやり取りってものを求めてる。そこに根本的な治療にはならないけども、あ、また行きたいなっていう風なね、ストレスや疲労回復の一つの拠り所になるんではないかなというところがあります。はい、3つ目です。美容意識が高い方がヘッドスパを受けるんじゃないかなと思います。例えば髪の色艶を追求したい方、頭皮の健康を保って美しい髪を育みたい方ね、こういった方、特にヘアスタイルを普段から気にされている方が、そのヘアスタイルについてのアドバイスを受けに行くっていう、髪の専門家としてねヘッドスパを受けに行くっていう例があると思います。もちろん床屋さんとかね、美容院でもそういったことは受けれるんですけども、ヘッドスパをする以上カットはしないんだけども、カットをする理容室とかね、それから美容院がライバルだっていう考え方も付加価値の一つなんじゃないかなと思います。で、またリフレッシュしたい方ね、これが一番多いのかもしれません。日常の忙しさを忘れてリラックスしたいと、自分にご褒美をあげたいっていう風に、これはねもう完全にゆっくりと時間を過ごしたい方なんで、そういったニーズの方にはねやっぱり長い時間を過ごさせてあげるっていうのがいいと思います。その場合はまあぶっちゃけ言うとね、中身のないただ付け足しただけの長い時間の方がサービスになるっていう捉え方もあるんじゃないかなと思います。で、次はヘッドスパの効果についていろいろと考えていきたいんですけども、まあ頭皮環境の改善ね、血行を促進して頭皮を清潔に保って髪の毛の育成を促すっていう意味で言うと、ヘッドスパをね受ける前と受けた後の頭皮の血行のレベルを測る機会がポンとあるとね、あー効果が出たねっていう風にお客さんが実感を持って帰れるってことになりますんで、これはおすすめです。それからリラックス効果です。リラックスできたかどうかっていうのははっきり言って測る指標がありません。やっぱりお客さんがね不愉快を感じていたら、リラックスは確かに効果が出ていたんだけども、最後に不満を持ってしまえばリラックス効果なんてぶっ飛んでしまいますんでね。まあですんで、できることといえばお客様の好きな香りを最初にリサーチしておいて、その香りを最初から用意しておくこと、お店の押し付けの香りにしないこととか、お客様の好きなイメージや環境とか野球の球団とかね、そういった趣味をリサーチしておいて、お部屋をその通りに作っておくことですよね。そうすると、あ、自分のために今日はこの空間を準備してくれたんだなっていうところで、もう好感度100倍なんですよ。100種類のお客さんが来たのに迎え入れ方は1種類みたいな部屋のインテリアっていうのは、私はサービスにまだね工夫が足りてないと思いますね。で、3つ目、ストレスの軽減っていう効果があります。ストレスホルモンの分泌を抑えてリラックス効果を高めるんですけども、まさにストレスホルモンがどのようにヘッドスパによって減ったかっていうのも数値で示せるようなねものがありますんで、それができるといいですよね。これも工夫、付加価値の一つになると思います。で、睡眠の質の向上、頭皮の緊張をほぐして睡眠の質を向上させる。ヘッドスパの間にお客様が睡眠をとるぐらいリラックスして気持ちよくなる、心地よくなる、まあそんなことが起きるといいなと思いますんで、施術をする人はね、施術を受けてる人に話しかければいいと思うんじゃなくて、その人が眠ってしまうような語りかけ方やムードや音楽や手の柔らかさ、施術の柔らかさや強弱ってもの、こういったもののレベルを上げていくことができるんじゃないかなと思います。あー、ついつい寝ちゃったよってね、私はね床屋さんに行くとひげを剃ってもらってる時にいつも寝てしまうんですよね。そのぐらい心地よいってことなんですけども、その時に美容院の人はいつもくっちゃべってるんですけども、あ、もうそろそろ寝るなと思ったらね、喋るトーンをものすごくゆっくりゆっくりゆっくりにしてリズムをすごくつけてくれて、子守歌のように語りかけてくれるんですよ。で、それがこっちもわかるんですよね。あ、眠らそうとしてるなっていうことは、あ、眠そうに見えてるんだなっていうのはね、無言のコミュニケーションが成立して、それが強い信頼関係になってるんですよね。はい、そして次、美容効果です。美容効果を求めてヘッドスパを受けに来る方も多いと思います。髪の毛にツヤを与えて髪質改善っていうことです。もしくは頭皮の改善ね、
これは簡単な顕微鏡みたいなやつがね、だいたいどこのヘッドスパをやってるところにもありますんで、それでこうやって見ることができるんで、使用前使用後で、あ、本当に血行が変わったねとかね、なんかこう髪質変わったねっていうのがわかるそうなんですよ。私はヘッドスパ受けたことがないんで何とも言えませんけども、そういったものを用意しているところもね、結構高付加価値のサービスを提供しているっていう評価を受けるみたいです。それからヘッドスパの種類ですよね。ヘッドスパにはどんな種類があるのかってことをやっぱり最初に事前説明するといいと思います。うちはこれを専門にやってますみたいな感じでね、そうするとお客さんも他のヘッドスパと選びやすいってことになります。例えばオイルトリートメント、オイルはこれを使ってますとかね、アロマトリートメント、アロマは特別にここから取り寄せてますとかね、あと炭酸スパね、炭酸スパは炭酸発生装置はこれですとかね、そういった形でお客様が求めているニーズのものがある、悩み解決の器具がある、オイルがあるってもので選びやすくなると。もちろんいろんなものを用意してるっていうところが一番いいんですけども、これはコストや設備の関係がありますのでちょっと難しいかなと思います。これに特化してますよっていうヘッドスパっていうのは分かりやすいのかなと思いますけどね。はい、そして次なんですけども、満足度の高いヘッドスパの特徴っていうのは一体どういうふうに考えることができるか、これをね今日ちょっといろいろと考えてみたんでまとめてみました。例えばカウンセリングの丁寧さっていうのが一発目にあると思います。カウンセリング自体は実際にご来店いただいてねやることもできますけども、事前に LINE やメールのやり取りで固めておくこともできると思うんですよ。だからそういったところからもうすでにサービスが始まってるんだろうなと思いますよね。で、頭皮の状態の正確な把握も当然必要になってきます。現在の頭皮の状態、過去のヘアケア歴、こういったカルテですよね、こういったものを作っていくことで、生活習慣などを丁寧にヒアリングして一人一人の悩みに合わせた施術プランを立てて、今回はこういう施術を作ったんでこれでいきましょうっていうふうに打ち合わせることですよね。で、お客様からすると自分だけのメニューなんだっていうような高い付加価値が生まれるんですよ。つまり一つのメニューにお客様をね、どんな人が来ても押し込むんじゃなくって、100人に対して100通りの特別扱いができるかっていうところがこの付加価値の高さなんじゃないかなと思います。そして期待する効果の共有っていう部分もあると思います。お客様がヘッドスパに期待する効果をしっかりと共有して、施術内容について十分に説明することで安心して施術を受けてもらえる、お客様の方が次はこれなんだな、その後はこれなんだなっていう風にだんだんストーリーが分かっていて、その効果を実感することによって、これ筋トレの時でもそうなんですけどね、筋トレのトレーナーがついた時に、今日は肩の筋肉をつけましょう、肩の筋肉をつける、ために鏡の前でね、今日は肩の筋肉をつけるぞっていう2人でちょっとね、話し合っていきましょうよってからね、こう掛け声をしたりとか気合を入れるんですよ。で、そうして実際に肩の筋肉をつけるためのメニューをやっていくと、だんだん筋肉ついてきましたよっていうふうにこう励ましてくるんですよね。そうすると本当についたような気になってきて、最後に鏡を見たら本当についてるんですよ。だからね、肉体的にも精神的にも暗示にかけながら、で、お客さんも次はこれなんだな、あれなんだなっていうふうに意識することによって体が反応するっていう、そういった細かいところにも配慮する、まあそういうふうなね、共有っていうものですか、効果の共有、これを時々刻々とやってくれるってところも一つの付加価値なのかなと思います。さらに施術の技術って問題があります。熟練したセラピストさんね、そういったのにやっぱり施術をしてほしいっていうのはお客様のニーズだと思いますけども、頭皮や髪の構造を熟知していて、いろんなパターンがある中であなたはこれですよっていうふうに、診断してもらうとかね、で、的確なマッサージやトリートメントができる熟知したセラピスト、こんな施術を私はしますよ、あなたはこんなタイプだからっていうふうに言われると、だんだんこうね、理解も進むし、後で自分で調べることもできてね、より安心感が高まるっていうところなんじゃないかな。これが施術の技術なのかなと思います。それから肝心なのはやっぱりね、オーダーメイドの施術です。お客様の頭皮の状態やその日のコンディションっていうのはまあ様々ですよね。だからその日のコンディション、天候、疲れ度合い、汗のかき具合、それからその人のね、好き好みとか気分に合わせた、そういったオーダーメイドの施術ができるかどうかっていうところも付加価値の一つになると思います。で、マッサージの強さとか使用するオイルなどの調整とかね、こういったものをやっぱり慣れていくってことだと思いますんで、やっぱりね、施術に後でお話しますけども価格の差があるっていうのは、こういったところに
大きく要因があるのかなと思いますね。で、リラクゼーション効果です。アロマの香りとか心地よい音楽、五感を刺激して心身のリラックス効果を高める工夫をするのはその施術をする方なんですよ。だからね、どっかから買ってきたものを使うっていうのは、まあそれは工夫といえば工夫なんですけども、でもそのアロマなりオイルを作ってくれた人の工夫を借りてるだけなんですよね。だから自分としては何ができるのかなっていうのをそこに組み合わせるっていうね、あのプラスアルファが必要なのかなと思います。そして次なんですけども、効果の実感、これっていうのはやっぱりすごく大事なんで、施術が終わった後に頭皮が感覚ではなくて本当にスッキリしているのか、フケやかゆみが減っているのか、ベタつきが改善されているのかってことをやっぱりね、時系列で追っていかなくちゃいけないかなと思います。だからヘッドスパっていうのは1回で終わったら何の効果もわからないので、やっぱりこうコンスタントにね、3ヶ月コースとか6ヶ月コースみたいなのをやっぱ作っていかないといけないのかなと思いますよね。で、それによって髪の変化とか頭皮の変化ってものが診断できますし、セカンドオピニオンも進めることによって客観的にもその効果が証明されると思うんですよ。で、髪の毛にツヤとかコシが出てきて、フケや髪とかね、ベタつきが改善されるみたいな効果、これが高まることによってやっぱりこう施術を受けたお客様の満足度にもなりますし、施術を施した方の自信とか実績にもなると思うんですよ。感覚値じゃなくって数値で残すことが大事なんじゃないかなっていうのが、この効果の実感というところにダイレクトに来るんじゃないかなと思います。他者との比較もしやすいですしね。そういった数字の記録がないところと数字の記録があるところ、やっぱお客さん数字に反応します。価格だって数字なんですよ。数字がないから価格に見るしかないってことになっちゃって、施術をする方も施術を受ける方も価格で選ぶとかね、施術の時間で選ぶことになってものすごく単純になるんですけども、実際に施術の前と後の効果が数字で見れると判断もしやすくなるんですよね。で、そうなると数字で公表しているところをお客様選ぶようになるんで、まさに技術がそのまんまサービスのレベルとか価格になってくるよっていうことなんですよね。はい、次です。アフターケアですね。これもやっぱり充実しないといけないと思いますけども、今回は割愛しましょうか。ちょっと長くなりましたんでね、ちょっと料金のことを話していこうと思います。実はね、ヘッドスパには10万円を超えるものってのが結構あるんですよね。例えば1000円のヘッドスパもありますね。10万円のヘッドスパもあります。なんで10万円が成立するかっていうと、そこに施術をする人の工夫が10万円分あるからなんですよ。だからお客さんは10万円払ってでも来たいし、10万円払ったのに30万円分の効果が得れるんで、もうさらに来るんですよね。その10万円の施術をできる人ってのはほとんどいないですから、そうなると決まったところにリピーターとして来るってことになります。でも1000円2000円の施術って街に溢れてるんで、それこそお客様が選ぶってことになっちゃうんですよね。そうなると簡単によそに乗り換えられちゃうってこともありますし、まあぶっちゃけそこに1000円とか2000円の価値しか感じないってことにもなっちゃうんですよ。だからどちらかというと価格は上げていく方向、上げた分の責任と工夫をそこに盛り込むことが生き残りの戦術になってくるのかなと思います。はい、じゃあね、10万円を超えるヘッドスパの特徴としてはどんなものがあるのかってことですけども、当然高級ホテルとかスパ施設でされてるっていうのがあると思います。あとね、施術時間ですから数時間かけるヘッドスパに加えて1日コースっていうね、ロングがあるんですよ。これすごいですよね。だって10時間のヘッドスパってどんなプログラムにするか思いつく人すらいないですよ。でもちゃんと思いついてインターバル取りながら、ランチの時間も設けながらね、1日ってものの中で旅行に行くように10万円のヘッドスパを成立させているお店もあるんですよね。相当な工夫だと思います。はい、その他ね、使用する製品、まあこれ当然10万円のヘッドスパになると使用する製品も高いんでしょうけども、だからといってね、何万円もするものを使ってるってことはないんですよ。やっぱりそこには高い利益を確保するっていう意味で、あらよりはだいたい1人当たり10万円に対して5万円以上っていうところが多いらしいです。だから1日1人やれば十分な利益が取れるってことなんですよ。で、そしてそれが毎日埋まってる状態が実は1日10万円以上のスパの実態らしいんですよね。これヘッドスパだけですからね。いろんなスパがあってヘッドもあるようじゃないんですよ。ヘッドスパだけで10万円ですよみたいなね。芸能人ですかみたいなね、うん、だから生活の質を上げたい人ってのはまあキリがないんだなっていうところです。
まあすごいですね。これについては実際に私がね、行ったことがないんで何とも言えないんですけども、今度ね取材をしてみようかなとも思います。はい、じゃあ10万円を超えるヘッドスパを受けるメリットにどんなものがあるのかってことを最後にお話してまとめていこうと思います。まず一つ目は、これは私も共感するんですけども、特別な一日を過ごしたなっていう風なね、特別な体験です。日常の喧騒を離れて贅沢な時間を過ごしたいと、一生に一回10万円のサービスってのをどんなもんか受けたいと。以前私はね、10万円の食べ放題飲み放題があってそこに参加したって話しましたけども、やっぱりそれはね一生人に話すと思いますよ。こんなのがあったよって感じ、ね、で実際それを深掘りして聞きたがる人っていると思うんですよ。どこであったの、何が出たの、どんな人がいたのみたいなねちなみにこの10万円の食べ放題飲み放題は完全個室でございます。でオーダーをこうパネルでするんですよね。まあ当時はパンフレットだったんですけど、ね、あとこのテレビのリモコンみたいなのでやるっていう例もありました。だから他にどんな人がオーダーしたのかは分かりません。なんか食べ放題飲み放題って言ったら一箇所に料理が集まっていて、そこにね不特定多数の人が来てみたいな感じで想像するでしょ。違うんですよねでそこでね、アユとね伊勢海老をね結構食べましたねだから伊勢海老の食べ放題もそこに入ってますからね。でも伊勢海老って食べ放題なんだけど、まあ一匹丸々食べたらもういいですねなんかねはい、まあそういう体験もね、10万円を払って食べ放題飲み放題に行くと、もう延々と自分のネタとして使えるので、今となってはね安かったなっていう感覚ですでそれと同じように10万円のヘッドスパね、体験した人ってのはやっぱり目利きもそれから広がっていくんでしょうし、少なくともそのヘッドスパの専門家の方がね、施術をする方が自分の体験として、まあどのぐらい高い施術を受けてきてどういう風に感じたのかってことを持っているってのは、これも一つ差別化になると思いますね。だから10万円のヘッドスパを受けてきましたっていう人が施術のリラクゼーションサロンかなんかの院長をやってるっていうのはどうでしょうかってことなんですよ、ね、それこそヘッドスパの院長が自分は施術を大して受けたことがないよとかね、まあ高額って言っても5000円がやっとかなみたいな人の施術なのか、それとも10万円の施術を何回も受けてきたっていう人の施術をお客様が求めているのか、そういったところもよく考えてみると一つの工夫になるのかなって気がしますよね、はい、10万円を超えるヘッドスパね、あんまり聞いたことないと思いますけども存在するんですよ。結構あるみたいですまあこの辺にしときましょうか。はい、お疲れ様でございました。